こんにちは、えぬき商店です。今日はザ・イングリッシュウイスキーロイヤルウェディングハリー&メーガンのご紹介をいたします。ですね、先日5月19日にですね、イギリスのウィンザー城でですね、ハリー王子と女優のメーガン・マクワールさんがご結婚されました。おめでとうございます。で、このウイスキーはそれを結婚記念してリリースされたわけなんですけれども、セントジョージズ蒸留所という蒸留所があって、そこにある選び抜かれた原酒を使ってね、リリースされました。で、味わいがですね、トフィー、バナナ、リンゴのコンポート、ミルクチョコ、オークスパイスの香り、そして味わいがですね、クリーミーでオイリー、バニラクリームとかね、ウッド系とか、あとフルーツ系の味わいがあるそうです。そんなにね、癖が強くないんじゃないかなと思います。で、ボトルがね、かなり重くて、別にクリスタルグラスってわけでもないんでしょうけど、結構重いです。カンカンはね、これ実はこれシールなんです。シール、まさかのプリントじゃなくってシールなんですけど、ボトルは結構しっかり作られております。で、このね、セントジョージズ蒸留所はですね、イングランドの東部にあって、2006年チャールズ皇太子によってね、オープンされたそうです。確かチャールズ皇太子もウイスキー大好きだったんじゃないかな。もうウイスキーといえばイギリス皇室の御用達があるとすごい格が上がるっていうイメージがありますけれども、ぜひね、この記念ボトル気になる方は飲んでみていただければと思います。こちらね、当店も取り扱っておりますけれども、あまり数が入荷しておりませんので、お気になる方はお早めにどうぞ。こちらの商品、えぬき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。ラブラブじゃ。